こちらうん144分の1ジオン軍モビルスーツ量産型ザク。どうなんでしょう、ここね。はい、でね、このキットに、えー、パイロット操縦士はついていません。あら、デニムとかジーンとかも書いてないでみたいなところなんですけど、えー、これね、量産型ザク。 栄光の矢ここベストメカコレクション11番なんとね番号で言うと、えー、グフが9番ガンダムが4番なんですよねで謝罪はちょっと見えへんけどでこんな感じで横、えー、ジオン軍が誇る最初のモビルスーツで この量産型ザクの開発に成功していたからこそ、ジオン軍は地球連邦に戦線を布告したのだった。旧式の武器を、えー、常備してはいたが、それだけ信頼性は高かった。ボディ全体がグリーンになっており、超高スチール合金性、宇宙空間、地上いずれでの戦闘可能。全高17.5メートルということで。 当時のバンダイの技術力がここにある。<laughs> これね。見て。矢印は <laughs> 可動部分を示す。あれくるぶしは動けんやん。はい動か。動かないですね。はい。当時のザクは100分の1のガンダムと同じで、なんと、えー、足が動かない部分がある。 これ, <laughs> なこれはねあの僕があの隠れ家から持っていた特別版でございますこれはいカラートソーズになんと説明書、はい、これねさすがにここ角がね角角 まああのー、巡り合い空やったかなぐらいになると、あのー、角のついたザク量産型やなあるんですけどこれねちょっと後ろはこんな感じですこんな感じです、はい、なああ 発売がね、えー、ここ80年12月だから「ガンダム」が放送されてからの発売が量産型ザック、はい、気になるよをしたこれで当時のアンケートハガキーも入ってます、はいえー、バンダイモケキャラクター映画狩り」 お買い上げの商品名、量産型ザク、値段300円。お買い上げになったお店、デパート、模型店、おもちゃ屋、スーパー、文具店、その他。実はね、大阪でもね、あの、うん、百貨店で売ってたな。デパートで売ってました。はい。売り場ありましたから。えっとね、大阪やったら、阪神百貨店。 とか阪急百貨店とかでもあのおもちゃ売り場あったからねあったからうんあったったでスーパースーパースーパーでも売ってるとこあったかなうん一棟建てのスーパーやったらおもちゃ売り場あったとこあったな当時やったらペットショップもあったもんな <laughs> <laughs> 文房具屋さんとかあるんですさこれアンケートちょっと見てみ いつもバンダイの商品をお買,い上げげお買い上げくださいましてありがとうございます。私たちは皆さんに喜んでもらえる良い商品を作るよう努力していますが、より良い商品をお届けするにはお客様のご意見をぜひお聞かせください。お寄せいただいた方の中から抽選で粗品を差し上げます。はい。こんな 当時ね、あのー、アンケート飽ーキーが入ってたんは、ええー、バンダイ。あと、青島。青島も入ってたな、アンケート飽きーー、うん。このキットはあなたを満足させましたか <laughs> ?2、組み立てについて、はい。3、あなたはこの模型に色を塗りましたか 4今までにどんな模型を作ったことがありますか、はい、?5 模型のどんなところがいいですか <laughs> これからどんなものを模型にしてほしいですか ?7 模型以外にあなたがやりたい遊びや趣味がありますか、はい、まだねこの頃はバンダイもちょっとあのお客さん寄りやでね これね、特すべき点が、ザクの、このボディカラーが薄いことやねん、これ。これ明らかに薄いねん、ザクが。色が。薄いねん、これ。ほら。当時の、バンダイのプラモデルって、ザクは薄いねん、色が。うん、これが特徴ではあるんやで。だから、あのー、今のバンダイナムコ、もうないけどな、300円とかのシリーズやったら、 これね、もうちょっと色がまだ緑寄りな色やね。この当時はね、こんな色やねこの初期のバージョンは。僕もあたくさん持ってるからな。たくさん持ってる中でやねい見てんねんけど、こんな色やね、うん、ね。はい。バンケートはがき付き。これがインスト2枚言われるやつやな。 ザクかザクマシンガン構えてる。当時はね、これでもかっこよく見えたんやで。見 <laughs> えたっていう言い方当たってんねんけど。うん。あのー、そうやな。プラモデル屋さんなんかで、やっぱ人気がある、やっぱガンダム。で、シャーザク。で、量産型ザク。で、あと、グフ。ぐらいかな。なんでって言ったら値段が高くなんねんな。 例えば、リックドームやったら500円とか。500円きついで。<laughs> もう若かんない,人い,いですけどね。ちょっとこれね、まだ裏ネタがあるんで、裏ネタはあのー、浅井模型店の方で。